ただいまから、市長記者会見を始めます。会見時間は45分間、終了時刻は11時を予定しております。皆様のご協力をお願いいたします。本日は、市政記者クラブからの代表質問を3問お受けいたします。それでは、幹事社の毎日新聞さん、よろしくお願いします。毎日新聞の小山です。おはようございます。代表で3点をお伺いいたします。まず1点目が平和記念式典に関するアンケート調査の結果についてです。平和記念式典のデモ規制のアンケート結果で最多の 42.7% が関係者に対する要請話し合いを続けるべきであるとし、条例などで音量を規制するための措置を講ずるべきであるは 32.7% でした。市長の率直な受け止めをお聞かせください。またアンケート結果を今後の対策にどう反映するのかお考えをお聞かせください。はい、今回のアンケートでですね、いわゆる問題の対応方法ということに関してですね、できるということで情勢や話し合いを続けるべきというような方はですね、条例などで規制すべきという方よりも多いというか結果になったということがあります。もうこれについてはまずそのまま事実として受け止めておく必要があるかと思います。まあ、その上でですけども、こういった問題提起、多くの方がですね、式典中のステージの音量への対応についてね、問題があるということを、まあ、意識しておられるという点、そこを引き続き重視して考える必要がある。ただいまして、今後の対応策としては、まずは、デモ行進の実施団体に対しましてね、改めて平和記念式典のところに適した環境確保についてですね、しっかり協力していただきたいという要請をいたします。その上で、いわば、まあ、同時並行的にですね、75周年の式典が厳粛に行われるように、本領についての市民出席、あるいは周辺の方が共有できる目標ですね、設定する、その設定された本領を確保するための方策というのを、引き続き検討していくということは言っています。それでは、その件に関して、質問がございましたら、お受けいたします。質問される方は、社名とお名前を名乗ってからお願いいたします。中国新聞、中国新聞の中山です。本領、平和式典の厳粛の確保についてなんですけども、かねてより条例で規制するのを前提にしているわけじゃないと、いうことでしたけども、条例の制定も視野に検討はされているということで、仮に条例を制定するんであれば、リミットですね、スケジュール的なリミット、いつ頃まではそれを判断しないといけないというのが、来年の式典に間に合わせるための条例ですかね、次の教育の市議会で2月からね、3月からね、今度ね、来年のね、議会には出さなきゃいけないでしょうね。その条例規制というのは条例というレベルで規制の仕方をどうするかというと、多分いろんな意味でその方法論に関しての検討の結果をして、そういった新たな規制手段ということを考えるよりか、要請とかね、話し合いを続ける方がいいんじゃないかというふうに分かったという、しっかりと受け付けた上で、それだから正規の条例の対応ということは確かに問題があってね、やっていいんじゃないか、あるいはやるべきだというのがありますから、それらの皆さんの考え方などを受け止めて、先ほどの中で要請をしっかりと提案します。その上で、その要請について受け止めがいろいろありましょうからね、受けた団体がどうするか、どういうふうに対応するかというと、それでやり取りが分かってきますから、それを踏まえて、
人が年を越した議会になりましょう。での市場で制定ということも一緒にそういった手段の中で取り上げ問題なのが申し上げた本領についてのね、程度をどういうふうにするかということをきちんと明確にする。それで目標を設定する。その設定した目標を確保できるようにするための方策としてどういうことがいいか、その時もまだ方策についてどれで書くかどうかということも少し頭の、ね、中に残しながらギリギリまで考えるということになります。上がれた許容できる目標という話ですけども、まあ、今回の音量調査でも元安田沿いのデモ行進のルート沿いは、まあ、はっきりと音量を確認できたけれども、式典会場内の音量は周辺の音に紛れて、まあ、分からなかった。にもかかわらず会場にいた人はまあ、デモのことを聞き取っているという状況があってですね、まあ、これかなり音量の、まあ、デシベルとかで規制していくのは難しいんじゃないかと思うんですけれども、その点、まあ、今後の対応になるんでしょうけど、まあ、どういうふうに捉えていらっしゃるんでしょうか。音量に関しましてはね、計測機が量は測定できるんですが、音の質はどうも測定できないということがありましてね、夏場ですからね、セミなどはないで、じじいうのも音量としてはフォローしてですね、人間の覚醒器を使って出す音量とはほとんど被ってですね、測定できなかったというのを聞いたんですね。だけど人間の耳からするとセミの鳴き声と、ね、人間が発する声というのは質の違いで聞き分けできていて、そういったことに関しての、まあ、式典中の覚醒器仕事を超えているのかどうかなと、まあ、それを、皆さんに一緒にやりたいといったときに条例考えてまでどうかなと、こういうのは、まあ、ざっくりした皆さんの感想じゃないかと思ったんですね。精神そこをどういった形でですね、皆さん本当に厳粛な試験を行いにするための目標設定と、その設定された目標をどう確保するかという視点で、もう一回抑制し検討するということだと。最初申し上げた、まずはやってみるというデモ行進の実施団体の実行要請がね、こういった状況ですからということで、だいぶ見ては進展しますからね、きちんと受け止めていただいて、時間帯だけども、厳粛にやっていただけるということになればね、この問題一気に解決するんですけどね、そこの兼ね合いだという。NHK の岩見と申します。ちょっと細かいところの話ではないんですけども、先ほど同時並行して検討していきたいというふうにおっしゃっていたと思うんですが、アンケートの調査結果の時にはですね、その団体に対して適した環境と確保の協力について要請を求めて、要請が聞き入れられない場合は、要請が聞き入れられるか否かに問わず、国交省令制度を含めて方向性を検討しているということになるんでしょうか。いや、要請をまずいたしましょう。で、その要請をしてもですよ、来年の話ですからね、今までの経験もあるし、今回こういった議論が起こっていることについて受け止めがね、どういうふうに変化するか分からないですから、だから、お願いするけど、そのお願いしているということと同時並行で許容範囲がどうなるかというようなことの行政府の確保する方策も引き続きしっかり協力しますよという構えで、ギリギリ最終入居はられているので言われていて、それがある議会というので考えながら両方を一歩で申し上げます。両構えでやってみますので、
まで現実的なしてやっていただくためにしっかりやってますよということを受け止めていただくようにしながら調整するということさせていただきます。最新です。朝日新聞宮崎です。おはようございます。関連で要請や話し合いを進め続けていくべきというお答えが結果的に多かったと思うんですけども、この間ずっと団体側からの何かしらこう市役所を訪問して申し入れするとかいうのに、当該所管課さんが応じるって形の、いわゆる対話的なものがついてきたと思うんですけども、市の方から例えばそのまた別の形のこう話し合いといいますか、これについてもっと広く議論するような機会を設ける、開催するような方針というか、考えが終わりなのかどうかを聞きたかったんです。団体側はなんか公開シンポジウムみたいなことをやったりしてるんですけども、広島市の側からが式典を主催する市の側から何かそういうことをやっていこうみたいなことは考えておられますか？今のところは考えていません。もともとのこちらのですね、発想は、式典のその厳粛さといいますか、式典が厳粛に行われるようにという視点で、その一点をですね、お願いしているというわけですよね。そしたら、その、運動会、あるいは色の影響を持っている方は、その式典中であってもね、自分たちの意見を言う機会を、阻害するというのは問題なので、それをやりたいとおっしゃっているんですが、論点は明確なんですよね。そして指導は、発言したい内容などを規定するというようなことではなくて、規定を粛清にするため、正式に行われるするための意見機関のね、情報と言っているわけですから、こちらからいろんなそのテーマで議論するというのは、必然性というのが、どうもあるように思えないですね。やりたい方はこういう理由でやりたいんでしょうだしね、だけどもな粛清というのはだから全然考慮できないということをこう言われ続けているような気がするものですね。そこを考慮した上でやっていただくということを許していただければいいんだって、ね、でもやっていかんとか言ってるわけで全然ないということまではあるんだということをなんですけど、どうでしょうね、正式にやるための工夫を覚えてくださいという要請をいたしますので、それを踏まえたら何とか考えてもらえないかということをやっていただくためにも性格のための目標設定などで必要になりますよというスタンスだということを分かっていただければということです。他に新聞さん、毎日新聞の山です。先ほどのお答えに関連してなんですけれども、その元々そのデモをやめてほしいというふうに言ってるわけではないじゃないですか。ただその受け止め方によってその表現の自由がどうのこうのみたいな議論にも派生してしまっていると思っていて、そのだからこそその許容できる運用目標の設定っていうのが大事なのかなというふうに今のお話伺ってて思ったんです。なのでその、そういった音量の目標設定っていうのはどういうふうに定めることを想定されているかっていうのと、でそれを定めた上で、このくらいの音でやってほしいんで、例えばこのものは使っていいけどこれはちょっとみたいなふうに要請をしていくかとか、どういうふうな要請を考えていらっしゃるか聞かせていただけますか？まさにですね、今言われた辺を考えているということだ。だけど言ってね、音の質もね違いますでしょ。そういったもので本当に量だけのね、それではその測定器に入ってこないわけですからね、正規を使っての使い方を例えば無料ということを確認しながら、その間その辺の人間の言葉での発表をやるためにとか、正規を少しね意見のもしっかりな時間内なので使用しないようなことをしてくださいという取りにしましょうという目的を、それをどういうふうにするかね、じゃあならない店じゃなく守っていただくんですか、そのレベルを対してもそういったこと、本当にそれを条例に書くという必要があるかどうかまだ気にしてませんけど、でも要請命令ということを書くのか、要請文書で出していくのか、レベル3分の間あると思いますでしょ。そういった目標、質とか含めた目標と
を確保するための方策を同時進行で考えてますよということを今申し上げています。やり方についてまさに考えてくれると思います、はい、そして中身の話ではなくて出てくる出現を妨げる騒音を抑えるということをやるということをもっと本気で考えてますよということをこれについてお伝えしたかったというふうに思っています。その点でいうとデモの実施団体にも言い分があって、その安倍晋三さん安倍首相に届けないと意味がないというふうなことをおっしゃってて、あちょっとなるほどなというふうには私は思ったところはあったんですよ。その意味でそのお互いが許容するための妥協点を探る作業になっていくと思うんですね。だからその意味でさっき朝日さんがおっしゃった一緒に討論というか議論する場っていうのを例えば市側が設定するとか茂木市長が行かれるとかするのが良いのかなっていうふうに思ったんですけれども、その時はですね申し上げているように私の市長は式典を円滑にやるということでお願いしていて、いう提案のなってますかね、まあ、で自分の権限とかいうのは限られていると思って意識してますね。そういったように特定の方に対する意見表明に対して、まあなたもじゃあ OK するということで共有しなければ別の議論に入るからですよね。だから安倍首相に対してそういうことを許すかどうかということをまた言わないから、そういうことを言うとんじゃなくて式典を粛清にするというその一点でお願いしてるんだから、その自分たちでやってる判断についてもあるとかあるかとかね議論しながらということは引かれる立場にあるんだということを分かっていただきたい。今言われたようにこの時間帯でその総理大臣に意見表明するということをですね、いいですか悪いですかということを言った上でまた議論しなきゃいけないでしょ。ここについては判断ありようみたいですね。そういったことを言うことじゃなくて式典をちゃんと強行したいということを言うことになって、そのいちいちの理由についていいですとか悪いですとかということをね踏み込んで議論するような性格ではないと思っているから、私どもの要望を踏まえて考えてください、ディベートしてそれについてどう思うかということを一時チェックした上でね、それなら広島市の言葉を聞いてやろうとかね、いうふうな議論ではないというふうに思っていると思います。その相手方の目的を達成できるような音量の主張を聞くというのはいいのかなと思ったんですけれども、まあ、仮にその目的が安倍晋三さんに何か言いたいことがあるからその拡声器を今使ってるっていうふうに言ってるのであれば、その相手の目的も達成できるようなこれだったら私たちこの音量だったら許容できますみたいなふうなことを聞くっていうのはいいかなと思ったんですけど、そういうふうに整理していただくのももちろんありがたいですよ。だからその目標を受容してそうですねということでやるという議論にならないようにするためには我々のお願いを考慮した判断していただければいいんだって、私と一緒にディベートしてね、それについてどうこうという判断をした上でということにならないようにしたいと思います。そういう判断していただくことに行こうと思います。ありがとうございます。他に質問はございませんか。テレビ新行使テレビ新行使テレビ新行使の浜田と申します。ちょっと確認なんですけれども、市の対応に問題があるといったのはですね、アンケート調査を踏まえての話だと思うんですけれども、一つは、要請や話し合いを続けるべきという声と、もう一つはですね、条例などで規制すべきという要望、この二つを合わせるとですね、現状のままでは、いけないんじゃないかという声になると、その声というのが要するに現状のままではいけないというのが問題があるというそういうふうな解釈 で、一方で多いと言いながら、規制すべきという声もあると、両方を、考えるとですね、同時並行で進めていきたいと、これまで通りのですね一応主張ということでですね、つなぐいていて問題ないと判断していると、そういう理解でよろしいでしょうか。まあ、ざっくりとそういうことです。つまり問題、最初申し上げたように、私としては式典中の拡声器の音量への対応ということを、ね、それが問題だという問題意識については十
というのを皆さん認知していただいてそうだなというところまで来ていると思います。だからこのまま来年の7年5年の築年が推移するというのはどうかなというところは多くの方の賛同得たというか了解だとここまで来ていると。しかしそれを解消するためにね、条例というきちんとした手法を構えてやるということを、ね、申し上げてやる気ですよと申し上げたら、いやそこまでねどうだろうかと、もっともっとしっかり要請をしてねやるということをやった方がいいんじゃないかという方もおられるということがあったから、それを素直にそれはやりますと、でそのやる時の要請の仕方などももっと申し上げていかんというのがありますからね。ただ同時に問題解決を図るよということを必ずしっかり考えてるんだということをやっぱり強く伝えなきゃいけないと思うんです。でやってる方は最初からいろんな理由があってね、それだからやるんだと言われてます。やるとしてもそれやること自体規定じゃなくて、式典を式典にやる厳粛な式典を行わせるためのね配慮をしてもらうということは絶対言ってません人ということを考えてるということをとにかくお伝えしたいんです。どうするかについては、ね、知恵出さなきゃいけないと思ってます。今そういう知恵があるんだったらすぐできない。この、やこしいと言いますかね、自由ということと出典、出典確保という、どう調和させるかということについて、しっかりと考えている。譲らないというつもりで考えているということであると思います。ありがとうございました。ご回答はございませんか。質問がないようですので、この件につきましては以上とさせていただきます。それでは関係者の方、次の質問をお願いします。2点目は厚生労働省による再編統合を促す公的医療機関の名称の公表についてです。厚生労働省が再編統合を促す公的医療機関の名称を公表しました。広島市では市が設置した、秋区の秋市民病院と中区の吉島病院の名前が挙がり、国は来年9月までに県を通じて、結論を出すように求めています。国の公表のあり方についてお考えをお聞かせください。また市として今後どのような対応を考えるかをお聞かせください。はい、実はこういったその公表が行われる以前の段階からですね、病院の問題についてはそれを絞ってまして、ね、市では、それと同時に朝市民病院に関しましたが、建物の老朽化が、ね、進んでまして、国から譲り受けた制度がありまして、ね、検討すでになっているんですね。そのこういったその再建証の要請が出る以前の段階から実は県が設置しています地域医療構想調整会議という場合です。将来のステータ医療確保者に役割を取り組んだとか、医療機能別の病床数をどうしようかということで、またでも配置を含めながらやるということをやってきたんです。そんな中で今回の要請ができたというか要請ができたということです。従いまして、今回要請を受けて使ったテーマですね、吉田病院も含めて出てました。市内ですね、朝日病院と、ね、市外です。吉野病院は行政官で市の管理するようにないんですけどね、そうするとその地域医療構想調整という名前を返した会議でありますのでね、今後この指摘のあった吉野病院を含めてと今行っていくということにはなるというふうに思いますが、そういった議論をこれから新たに国も問題提起したということですが、議論するということけれども、その際は今回の国の指摘ではあるみたいな国の立場で見てのこういう問題があるよという指摘でしょうかね。それを初めて分かってましたから、よりそういった国の指摘を踏まえながら地域の実情に関する知見というものを、ね、しっかりと共有してですね、が問題視点を取り上げることで踏み込んでするということになる、そうすることでより良い医療提供体制の構築を目指すということになると思います。いずれにしても議論の仕方についてこう問題があるよという提言があったので、国の方からはまだ具体的な
当然のプロセスで出てないんですよ。それがいずれ出てくると思いますから、これが出てくることを想定しながら引き継ぎ資格を深めていくというスタンスで調整会議をしていくようにしていくというスタンスです。この件に関して他にご質問はございませんか？この空き新聞についてですね、昨日の件の時もあったんですけれども、彼が、建て替えの検討されていてですね、かつその市以外の方がたくさんの方が入ってらっしゃるというのもありますし、今鎌木屋と特殊なところもありますので、もし、仮にですけど、なくなるとすごく影響が大きいと思うんですけれども、今市としてはもう現状のまま一応維持されてですね、かつそのこう何でしょう、機能も維持しながら機能も含めてですね、残し続けるっていうふうな方針に今の変わりはないのかというところとですね、その辺は今後国に伝えていったりとかですね、いろんな考え方の考えなのかどうか、そのお尋ねでしょうか。そこはまさにですね、今我々地域医療構想調整会議を始めたときはですね、動機づけの一つの前、老朽化した病院の建て替えというのをしてまいりましたので、当然この病院を維持するより良い病院にするというその中でやってましたから、当然残すという前提でやってますので、だから今回国が指摘したそういった問題意識の中で論点とかプロセスをするかというのが気づくと思いますので、その時に全く例えば通常の病院そのものでタクスという試験も含めてとかっていうのが来るかどうかというところですね。そうじゃなくてそのベッド数の調整とかね、それからのいわゆる高度医療の専門機関として、それから地域の医療包括ケアシステムとか、ね、こっちより例えば促すためにね、病院編成にすべきだというしてきたんですね。例えばこれについては朝市民病院の時にあるんですが、先取りしてやったつもりですけどもね、機能分化を明確にしてですね、従来の地域医療との結節で持っている医療機能、高度専門医療を分けてやるというのを経験してますからね、そういった機能をここの秋市市民病院でもね、やりうるわけですね。ですから今やってる取り組みに国からの問題指摘、どういった点でということが指摘されるかどうかというのを見てみたいと思います。他にご質問はございませんか？よろしいでしょうか？質問がないようですので、この件につきましては以上とさせていただきます。それでは幹事さんから3問目の質問をお願いします。サッカースタジアムの建設にかかる個人寄付金の募集について伺います。サッカースタジアムの建設に向けてふるさと納税制度を使った個人の寄付の呼びかけが1日から始まりました。市民の寄付をどう盛り上げていきますか？幅広い世代から寄付を集めるためにも募金箱の設置など多様な寄付の募り方を求める声もあります。見解をお聞かせください。はい、サッカースタジアムの寄付に関しましてですね、10月1日からですね、始められているということで、結構いい反応が出てまして、今日の8時半の時点でですね、すでに450件を超える寄付の申し込みがありまして、そこらは市の方でやってますね。ふるさと納税制度の利用ということになったんですが、市の方にそれでね、現時点で2000万円を超えるぐらいの値幅がいいですね。それちょっと別にということでやってますけども、これについては今年はね、今年市民と市政で10月1日で掲載しまして、リーフレットを各社にこう配っていく、ホームページ、ツイッター、フェイスブック、インターネットで接続されて、いろんな PR しますとやってますから、よろしくお願いします。まあ、こういった形で非常に反応いいんですけども、さらに、ね、サッカー推進本部みたいな、ね、先生が3ページの広島に、ね、協力していただいて、ホームページの建てておきたい
募集も試合会をやったりっていうようなことをやりたいと思いますし、講座も10月の5日の試合でですね、スタジアム前に空気設置して緊急をお願いしますとやっていただくことになります。そんなことですから、市の方はふるさと方ですね、100ベンチが保険を、ね、構えることころになると、まあ、試合ごとにしてもらうことに工場的にね、入れていただく場所を設定したと監督として、それを社でをしたと、つまり公式グッズショップの V ポイントというのはここにちょっと常設して来ていただけると寄付を入れていただける募金箱をどうかお願いします。ぜひ寄ったら受け入れていただきたいと思います。それからスタートでこれだけいろんな盛り上がってますけれども、あと7人ということになれば、年度内には基本計画を作るべきなんですから、基本計画ができればサッカースタジオにイメージカースペを出します。それをまたお見せしてどうですいいでしょうか、流すようにお願いするし、さらにその後の段階でデザイン、メニューパスのデザインが出るというのが次の作業で出てきますから、そのデザインは何を見るかまたどうですかということをしてですね、ステージを追ってみんなが急支度するような仕掛けを少し工夫してみてやりたいというふうに思います。この件に関して、他にご質問はございませんか。中央新聞さん。わずか2日で、2000万ということで、まあ、ある意味、5年で1億円という目標からすると、まあ、1年目の初年度の目標を、まあ、もうクリアしたと言っていいのかもしれないですけど、いや、別にまだないんですけど、その、まあ、目標だっての設定自体をこの反応を立ち上がりを見て変えるおつもりがあるのかとか、目標はこれについても結果が良ければいいんじゃないでしょうか。目標を超える、ね、盛り上がりを見せるっていうのはどうでいいのか一番いいなと思いますけどね。あと、ね、あと、もちろんイメージするのがマツダスタジオができた時 の、 まあ、盛り上がりというかですね、大きな盛り上がりをとして比較してしまうんですけども、今回のサッカースタジオの件は、まあ、今のやつは一人一人の方が、まあ、5万円とか長くの、はい、そうですね、寄付をしているという状況で、まあ、今ちょっと街を歩いてみてもですね、まあまあ、パンフレットがどこに置いてあるのかわからない状態だし、まあ、そういう呼びかけが人の目につくところに、まあ、あまりない状況がある。で、まあ、特にお金を集めるっていうのももちろん大事な作業ですけども、こう機運をですね、あ、この町にサッカースタジオもできているなっていうのを盛り上げていくっていうのもこう大事な今回の取り組み重要なポイントかなと思います。そのあたりもうちょっとこう町中全体でっていう取り組みにしていくところで市長として、まあ、どのような働きかけをしていきたいと。そこはですね、少し冷静に分析するというふうになると思いますけれども、今の例えばカープと三連戦になってますので、野球ホームスタジアムでやるときの人員ですね、見に来られる方々の全然その分数とか数とか質とかですかね、サッカーを長いレベルでやっているので、前に来られる方々、医療的なものとか、プロサッカーの年齢層の部分とかね、そういう特色があるんですね。そういった中で、ある意味でサッカーについては、今の若い層が、将来のことも考え、新たな成長を進めということで、スタジアムということ
したわけですから、これは、次の世代、さらに先を担っていこうという、ある意欲的なあれですからね、その思いを伝えていくための、想像に対して、やっぱそれまでの実績を踏まえて、盛り上がりを全体で捉えてやったという中での、多少世界の場面が、ね、違うから今言われて、ね、もっとね、あるのと考えたら、まあ、盛り上がっていいんじゃないかという感想だと思ってね、から今申し上げた方というのは1日に市の方でオープンしたくないんですね。多分参加に熱心な方だったなと思ってですね、いわゆる先陣切ってやっていただいて、そこがスタートコースタートですね。だからそれを広げるというのは、もっと裾野を広げるというのをどうするかということだと思いますのでね、それを申し上げているのから参加やるときに来る方だったよ、企業を盛り上げるっていう中で、その何のお金をというのではなく、例えばその、何かを購買支援といいますか、何々を買ったらこの中のものが自動的に行くみたいなことを、それはどちらかというと沢口さんがやることなのかもしれないんですけども、それを行政としてやるみたいなことも考えたら、つまり CAF もそうですけども、今期残念でしたけども、やっぱそのサッカーが盛り上がることが、地域に根ざしたスポーツが盛り上がることが、やはりとても経済効果も含めていろんな影響が後半にあるというふうに考えると、行政がそういうことをしてもいいのかなと私は思っちゃうんですけども、これ金を盛り上げることにもうちょっと市がこう分かりやすくやるっていう意味で、そういうことなんかはあまり想定しない。いや、そういったことをやりたいという気持ちや意識はすごくあるんですけどね、広島新しいスポーツを大きくしたいという広島と大きくなりまして、いろんなスポーツに関してやりたいんですよね。そうするとね、一定のところだけやってるというふうにはならないんですよ。この野球場の場合はね、スタジアムの今経営という観点からも市の所管でやってますからね、行政としてやったって絶対違和感ないでしょ。そんなスタジアムや営業スタジアムをそれを新しいものにするという、その観点からやることについては多分どなたもね、大丈夫。そして他のスポーツやってる方も自分たち専用スポーツを市で作ってくれというのはまたそれ来るわけですよね。そうするとそこに来るまでは、それを推進するスポーツ関係者が盛り上げて、そしてそれを市のミッションに仕立てるというところまでできればやっていただいて、そういう中で盛り上がりを増えて、行政として市民のお金を使いながらやりますよという、そこの一線は
しっかりと守っていきたいなと思っているんですけど、役割分担がどこまでかというようなことなんですね。だから、だけどもし、ふるさと納税という、そこにでも効くこの仕掛けを使って今、サンベルやってますよと、これは他のスポーツだって全然構わないんですね。サンベルのための募金ということを、つまりやるとね、じゃあ、他のところだってね、どういうことになりますか、ね、なんでもかどうかということなんで、他にそれぞれ自分たちが応援するスポーツをやってる方々が中心になってやり、そうでないファンも引きつけて、機運を醸成して、そこを行政が最後、きちっと支援しようという方法は、守り続けたいなと思っているということです。他に質問はございませんか。それでは質問がないようですので、代表質問は以上とさせていただきます。時間が若干ございますので、その他の質問がございましたら、お答えいたします。広島テレビさん。広島テレビの松岡と申します。ローマ法王の、日本法も今も発表されていると思うんですけど、詳細のスケジュールが出まして、広島には24日の夕方に来られると。で、平和記念公園に行かれてメッセージを発信されるという具体的なスケジュールが出ているんですけど、この具体的な、メッセージを発信するというところまでのスケジュールが出たことに対する受け止めと、今の広島での調整状況、どのようなことが、例えば被爆者との対応が行われることに正式に決まったのかどうかとか、そこら辺伺ってよろしいでしょうか。来ていただくということは明確になりましたし、見ていただく時間帯を、ね、見ていただくと、そんなに長い時間じゃないのかなというふうなということが分かりましてね、今までは相当長く見ていただくということを前提に資料館を見ていただき、被爆者の証言を聞いていただき、そして法としてのメッセージ、時々それぐらいはね、やっていただけるということなのかなということでやってきてたんですけど、ずっと時間が圧縮されましたので、ね、その中でお願いすること全部がどうかっていうふうになってます。まさにそれを一緒に調整しまして、その被爆者の方との対応もね、やってもらえることはしっかりやりたいなと思いますし、ね、またローマ法側でも多くの方に来てもらって、ローマのお話を聞かせる場面は欲しいと思うと思うんですね。だからその方々を限られた時間帯でそこに誘導して、できるかと。それは世界の余裕が見えた時の、ね、警備体制の方も見ながらですね、それだけの方はそう考えた時に限られた時間帯に短縮する警備どうなのかとかね、その間状況テロがあるとか警戒対策をすることで、平和公園のローマ法王が来られる、時間帯以前の、ね、警備体制とかどうするかというのが大事と出てまいりまして、ね、資料館の配管そのものもです、ね、調整もしなきゃいけないというようなことになるんです。それでしょう、確定ではないんですけども、取られる時間帯が限られる。しかしここに本部の方をどういうふうに呼ぶか、呼べるか、呼ぶためのね、体制をするかということで、関係者の協議をしているというか、そういうふうな話をしたんですけど、具体的にもう平和公園からメッセージを発信するという発表が具体的にされてますけど、どのようなことを、どういう場になればというふうに主張として思われますでしょうか。これは既存のイメージからすると、オバマ大統領がね、見えてこの場でのスピーチをやっていただいたというのが鮮明な記憶として残っているんですけども、あれ類似のことかなというようなイメージですね。あの時もですね、実は同じような問題があって、多くの方が、例えばエアコンを増やす必要なね、でスピーチとか受けたらどうとかですね、病人の警戒警備とかって考えるとね、
放送で流されるし、できるのかな、むしろ。あと、濃厚な関係者だけ見たとかってね、その方が、まあ、警備体制も楽だと。さらに、ラジオにやりましたけどね、まあ、そんなのがあります。そのやり方と同じようなことがまた起こるかなというイメージなんですね。イメージを、エア公園で実習していただいて、そこから、広島の思いを受け止め、広島の思いを受け止めた上での、教育会のトップになって、広島の思いというのと、向上する、あるいはそれを支援していただくような形で出していただくことになるかなというふうに。時間がありますので、次の質問を最後にさせていただきます。読売新報さん。中国新聞のアドレスです。ちょっと関連する内容で、今の発表だとですね、資料館については立ち寄らないというふうな発表になっています。で、そのことの、受け止めと、あと、先ほど少しおっしゃった、ローマ法が来られる時間帯の資料館のその開館についてなんですけど、それはだから、そのいらっしゃる時間帯前後を閉館するという話になっているので、そこを少し具体的にどうですか。警備体制強化ということをですね、予定していけばですね、来られる前から安全な、ね、場所にするということになるでしょうかね。来る方々を規制するということになろうかなと。やり方の風刺が高いですね。一日じゃなくて、ね、来られる前の日だったらどこまで早めればいいかというか、まあ、資料館の方についてはいろいろやってる方ぜひ聞いていただきたいということを申し上げたんですけども、申し上げたんですけども、今のところは限られているで、しかもどの方を少しなんか考えて行動様式考えたらですね、上り降りとか、まあ、難しいんだろうされてますのでね、フラットで移動しながらということで資料館に上がるということはなかなか難しいかなというふうに思います。まあ、それに関連する疑惑の実装などを確認していただくようなことをやるのか、もうそれ十分分かっているんだから、それを踏まえた、ね、スピーチの中でね、いろいろ伝えていただくということに絞るか、そんなある場所にこう逆にテンションを集めてという対応もありますけど、例えば今回そういう、まあ、上り降りが難しいということであれば、例えばまあロビーであったり、まあフラットな場所ですね、何か持ってくるとか、そういった対応というのは、考えられないでしょうか。まさにそういったことがね、できるかどうかですね。ただ行動というかね、動線をどういうふうにここを考えておられるかというか、そういう意味でご高齢でね、ポイントのところに移動するラインをしっかり考えたいというのが、そう見たいですね。上に上がるのは難しいだろうということですので、そういったことを見ていただくというのは本当にいるかどうかというのは、ちょっとまあ、ちょっと課題というふうにしましょうかね。2世者、本当に純粋政治家の方は、被害者のね、両方の実践方を頭に入れていただきたいということで、行かないとしても見ていただきたいという言い方で、かなり、そこに、どう調整するという、法律性があったんですよね。大きな、宗教家としてね、いろんな世の中の悲惨なこと、自分分かってて、それを分かってみんなにお話ししてるっていう立場らしいんですよね。ここで見せつけないとね、いけないっていうことでもない。分かった上で長崎という場所に行って、そこで皆さんにアピールするという立場のようなんです、まあ、その辺もちょっとありました。今言われてあって話を実現するかどうかも、
それでは、本日の記者会見は以上で終了させていただきます。本日はありがとうございました。